鉄砲伝来、鉄砲伝来とは、16世紀にヨーロッパから東アジアへ、日縄銃、鉄砲、鉄砲が伝わったこと、競技には日本の種ヶ島に伝来した事件を指す。現物の日縄銃のほか、製造技術や射撃法なども伝わった。年代については、1542年説、1543年説や、それ以前とするなど、諸説ある。 鉄砲機によれば、天文12年8月25日、1543年9月23日、大隅国の種ヶ島、西村に一艘の船が漂着した。百人余りの乗客の誰とも言葉が通じなかったが、西村次元、織部の城はこの船に乗っていた、民の樹者、五方と筆談してある程度の事情が分かったので、この船を、領主、 種ヶ島時高の居城がある赤尾木まで栄光するように取り計らった。この船は8月27日、9月25日に赤尾城に入港した。時高が改めて北ケ州の僧、従上院に命じて誤報と筆談を行わせたところ、この船に商人の代表者は二人いて、それぞれ防御宿舎、フランシスコ、キリシタ下タ拓タフト氏、キリシ下だモったという名だった。 時高は二人が実演したひなわ銃二丁を買い求め、家臣の笹川小四郎に火薬の調合を学ばせた。時高が射撃の技術に習熟した頃、木の国根頃寺の杉坊坊もこの銃を求めたので、津田剣持に一丁を持たせて送り出した。さらに残った一丁を複製するべく、金米城清さだら刀鍛冶を集め、新たに数十丁を作った。また、 堺からは立花山田三郎が銃の技術を得るために種ヶ島へとやってきて、1、2年でほとんどを学び取った。なお、この頃、平戸屋五島列島を拠点に活動していた和光の、東領、王忠氏の号は、五宝という。山冠の、峰は、山辺の、峰の遺体児であり、山部、鉄砲機で筆談相手となった、民の樹者、五宝名は、 王うただしの号と同じである。一方、の表した、新旧世界発見記、には、鉄砲記の記述の前年に当たる1542年に、フランシスコとダモッタが日本に漂着したと書かれている。このほか、ジョアン・ロドリゲスの、日本教会史にも1542年、フェルナン・メンデス・ピントの、東洋編歴記,記は1544年の主張があり、 伝来に関して言及が見られる代表的な資料としてはもののものがある。上記の他にもテーマド加工が記した日本一貫1565年やが記した中国情報1582年など複数の資料に鉄砲伝来及び日本列島に関する言及が見られ、その年代は1541年から1544年の間とされている。 これらの資料はいずれも発見の当事者ではなく、伝文によって間接的に得た情報をもとに後年になって記されたものであり、確定し得るものではないが、後年の歴史家によって様々な検証、交渉がなされ、坪井久美像が著書、鉄砲伝来校、1892年で鉄砲機の説を採用し、1946年にゲオルグシュールハーメルラが、 鉄砲季節を指示しことから今日の1543年に落ち着いた。現代においてこの年代を見直す動きはあるものの、当時の欧州人の東アジア進出の速度を鑑みた場合、この時代に日本列島がヨーロッパ人によって発見さるのは必然であり、今後新しい資料によりその年代に差異が生じたとしても、それが近代史に与えた画期的意義に差異は生じないことなどから、 大きな論争には至っていない。ヨーロッパでは、マルコ・ポーロが、東方圏文録で、黄金の国ジパングという名で、日本国の存在を伝えて以降、その未知の島は、旧来のヨーロッパに伝わる、宝島伝説と結びつけられ、多くの人の関心を引きつけた。しかし、この東洋の未知の島は、その後、約250年にわたって、未知の島であり続け、天文年間に、 ポルトガル人によって、その発見がなされるまで、ヨーロッパで発行される世界地図や地球儀の太平洋上をあちらこちらへと浮動しながら描かれた。中国で壮大に生まれたカキは、トルコ以来系のや欧州へと広まり、各地の戦争で大量に使用された。東アジアでは、このカキ普及の第一の波の影響で、先進的なカキを持つ大陸アジア、アッサム、 東南アジア北部、民進中国、朝鮮が、海域アジア、テイチビルマーユタやコーチシナ、南ベトナム、台湾、日本を優越し封じ込めていた。大陸アジアである民が、海洋アジアであるベトナムの古町を滅亡させたや、東南アジア諸国へと遠征した、平和の大航海も、この時期であり、いずれも夏季が重要な役割を果たした。ところが、大航海時代に入って、 海域アジアにはヨーロッパ、とりわけポルトガルからより先進的な火器がもたらされ、軍事的な優劣が逆転した。日本への鉄砲伝来は東アジアにおける火器普及の第二の波の時期に相当し、海域アジアでは戦乱が激化する一方で、例えば豊臣秀吉が朝鮮出兵するなど、大陸アジアへの侵攻を可能とするほどの軍事力を持つことになった。 実践での最初の使用は、薩摩国の島津市家臣の移住院忠明による、大隅国のカジ城シロゼメであるとされる。遅くとも、天文18年、1549年までに、種ヶ島の本原寺から、境の県本寺に鉄砲が届けられており、当時、足利幕府の官僚だった、細川春元が、鉄砲県城に対する礼状を、両寺を仲介した、北家州の総本山である、 本能寺に当てて出している本能寺文書。さらに、時継ぐ狂気の天文19年7月14日、1550年8月26日には、京の東山で行われた細川晴元と三好長慶の戦闘、中尾城の戦いで、銃撃により、三好側に戦死者が出たことが記されている。種ヶ島以前の鉄砲伝来については、 長沼県会の鉄砲研究をはじめ、諸説ある。長沼は、日本文化史の研究、教育研究会、1937年をはじめと、する重要な研究を残したが、現在九州大学に保存される、収集資料、写本、人技付決、官流大鉢、長重機、移動船放火光線の巻といった、放術書の研究は、今後の課題である。 長沼は海外文化の消化、征服を国民性、民族性とする日本人が積極的に鉄砲を導入しなかったはずがないという前提のもとに火薬の爆発力で何らかの物体を飛ばす機会を全て法とみなした上で鉄砲イコール小銃とする一般的理解とは異なる天文以前1543年以前に中国、琉球ルート及び朝鮮ルートで 中国式銃、朝鮮式銃が伝来したことを主張した。また、鉄砲機の記述の信頼性を批判し、西洋式小銃の伝来経路が種ヶ島だけではない、ことを主張した。長沼の、こうした見解には批判もあったが、天文以前東アジア式書き伝来説には指示もいる。東アジアから東南アジアにおいて、15世紀には中国の民が解禁政策を行い、また、 日本の室町幕府との日民貿易、官豪貿易が途絶したことなどにより、和光、後期和光による主貿易、密貿易が活発になっていた。日本や琉球王国においても原始的な火器は使用されていて、火器は和光勢力等により、日本へも持ち込まれていた可能性を指摘する向きも多い。他にも、鉄砲の伝来は、初期の火縄銃の形式が、 東南アジアの加圧式ビバサミを持った鳥獣に似ていることや、東南アジアにおいても先行して、火縄わ銃が使われていたことなどから、種ヶ島への鉄砲伝来に代表されるような、ヨーロッパからの直接経由でなく和光などの密貿易によって、東南アジア方面から持ち込まれたとする、宇田川武久らの説がある。しかし欧米や日本の研究者の中には、 欧州の瞬発式メーカーが日本に伝えられて改良発展したものがオランダによって日本から買い付けられて東南アジアに輸出されそれらが手本となって日本式の気候が東南アジアに広まったとする説を取る者も,も少なくなく宇田川説を否定的に見る意見も多い。また荒木和則は鉄砲伝来の第一波が1542年 または1543年の種ヶ島へのマラッカ銃、アルケブス銃の伝来であることは確かであるが、その後に、第2波、第3波、がそのほの地域、特に、九州地方に押し寄せたのではないか。確かに種ヶ島へのマラッカ銃の伝来とその、国産化が与えた歴史的なインパクトとは比べるべくも、ないのであるが、様々な種類の銃が単なる商品の輸入という、 形で伝来していた可能性はあるとの見解を提出している。カリフォルニア州立大学の孫ライケンさんは、およそ1390年から1683年にかけて東アジアで夏季の時代があったことを論じている。夏季の時代が始まったとされる1390年には、中国の夏季技術はすでに朝鮮や東南アジア北部に伝播し、また、 テ和の遠征により東南アジア海域部にも拡散したという。アジアにおける中国による最初の柿技術の波は改良されたヨーロッパの柿技術がアジアに広がり、ヨーロッパによる第二の技術波及が始まった16世紀初頭まで続いた。この時代には中国由来の柿がアジア市において重要な役割を果たし、全般的な数勢としては大陸アジア。 中国、朝鮮、東南アジア北部が、海洋アジア、日本、台湾、キャンパ、東南アジア海域部を抑え込んでいた。北条五大期に、赤八州に鉄砲を始まること、という記述がある。ここでは、1510年、永正7年に、東、中国から渡来したという。大久保忠隆の三河物語では、 松平清康が熊谷実長が城へ押し寄せた際に四方鉄砲を撃ち込むと記載されている。1530年、協力3年のこととされる。また、今川殿の名城として、北条総雲が待つ、平方の西三河の岩津城を攻撃した際に四方鉄砲を放つとある。出版社の欄外の解説には、この役は1506年、永昇3年のことで、 鉄砲はこの時ないとして、鉄砲機の記述を指示している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。